えー、こんにちは。吉谷です。木野村さん。<laughs> 木野村さん。来ちゃいましたね。来ちゃいましたね。はい、まあ、以前ですね。あのメールいただきまして、えー、ありがとうございました。あの動画、あの返信いただきまして、うん、まあ、あの本当にですね。女性の方ってあんま少ないんですけれども。 そう,そうそう、あの、か、あの、今回ですね、ドリームアカデミアに入った、まあ、海外に住んでるんですけど、女性の方入ってます。女性の方、海外に、海外、海外在住の女性の方入ってますんで。はい。で、まあ、多分、今はちょっとやることとか、結構、その。うん。多分、何やっていいかわかんないし。まあ、いろいろと、多分、いろいろあると思います。いろいろと、こう、多分、ごちゃごちゃになってると思います。いろいろと。うん。いろいろと。 だけどドリームアカデミアに入っていただいたので、まあ、カリキュラムを用意してますので、まあ、そちら見て頂ければあの整理ができるんじゃないかなと自分があこれはこう,こういう方法あるんだとあこんな方法あるんだということで、えーとまあ、そのセミナーコンプリートボックスに関してはセミナーでバーってやってますけど具体的にじゃどこをクリックすんねんっていうところだったりそういう YouTube のやつはそういうのあったりとかしますんであのカリキュラム通りやって頂ければ あのー、自分のスキルになると思います、はい、であとは、まあ、自分がどれぐらい稼ぎたいのかっていうとこなんですけど、えーまあ、1億までは稼ぐノウハウを入れていますので、うんまあ、1億までいかなかったとしてもあの、まあ、これ実際にお客さんが1億いってるんで3年で、うん、あとはまあ、うん、自分がどこぐらいまで収益出したいのかっていうとこですね。サポート26年間やりますんで 分かんなかったら聞いいてくださ多分ね分かんないことが分かんないと思うんですよ分かんないことが分かんないと思うんですよでその分かんないことが分かんないことの対処法も入れてます分かんないことが分かんないよくあるあるパターンなんですね質問するところが分かんないそれも分かんないみたいなそれはあるんですそれに関してもその解決方法っていうのも入ってます入ってますそちら見ていただければいいのかなと でネットビジネスでお金を稼ぐのであれば、まあ、その講義を見ていただくいて、まあ、そのスキルすごく必要ですので、まあ、ぜひ見ていただいて、まあ、順番通りにです、ね、ステップバイステップでこうやってますので見ていただくのとあと分からないこと必ず出てくると思うのでサポートの方を活用してください、えー、とライブ放送やってますのでライブ、まあ、そのやり方も、ね、視聴方法とかも全部書いてるのでそちらを見ていただければなと思います、はい、今回はですね、えー あメールでですねあのまた何か商品を購入させ,させていただく際はよろしくお願いしますということで結構早いサイクルでありがとうございました <laughs>、うんまあ、何かのこれがご縁だと思いますので、はい、ぜひよろしくお願いしますまあ、本当ですね女性の方海外の方も直近で入ってますんで海外からの参戦です、はい、まあ本当に女性の方でもああとそうそうそう長井さんっていう方女性の方いるんですけどこの方もあの女性です まあその永井さんっていう女性の方とは結構やり取りしてるんですけどえ主婦の方なんですけどはい女性ですはいあと YF さんっていうね YF さんっていう人がいるんですけど YF さんも女性で主婦ですパート今パートやめようかなっていうなんか言ってるんですけど YF さんも今回その転売っていうのを YF さんはやっていてまあその今ですね多分40万50万ぐらいはトータルで上げてると思いますはい で月ベースで、まあ、上下はあるんですけど10万とかいったりとかしてますんでその YF さんが主婦のパートをやってる YF さんが、えー、その渡辺式転売道場っていうのに30万で入ってくれたんですけどそのカリキュラムを入れてます30万で YF さん主婦の方がですね30万をこうって払っていただいた塾が講義がドリアカに入ってますドリアカに。 ななんんというお得なんだ, <laughs> だからそ,、まあ、そこを見ていただいてやっていただければ、まあ、転売に関しては、まあ、仕入れ資金の問題もあるので、まあ、一概には言えないんですけど、まあ、主婦のそのワイフさんもその転売のノウハウで、えー、10万とかね上がったりとかしてますんで月で、うんまあ、何やっていただいても大丈夫です、はい、また分かんなかったらあのお問い合わせください、はい、多分,分からないことだらけだとだだけ思うんで 大ではですね今回、えー、お申し込みありがとうございましたまた今後とも頑張っていきましょう26年だいぶ長いですけど、はい、よろしくお願いしますありがとうございました